はい、お願いします。はい、首がまたやっぱり、はい、硬くなってますよね。上がりにくい。あ、これがもうロックしちゃってる。はい、この首だけ上がっていくんじゃなくて、はい、こう胸の方まで上がっくっついてきちゃうというか。そうだね、うん、みたい。はい、確かに首が最近の気分悪いなと思ってた。うん、ちょっと頑張って動画を出してるので。ああ、パソコン作業。そうそうそう、いやあれもう肩こるし。肩こるよね。目が疲れてダメ。もう最近目が疲れるよね。やっぱりもう目がシュパシュパしちゃってダメだもん。ああ、スマートフォンで編集をして、うんうん、TikTok に上げたりしてるから、うんうんうん、余計細かくなっちゃって、あ、もう大変大変。まだ老眼を着てないからあれだけど、うんうん、で悪くなるとね、気になるんですよね、やっぱり。うん、何事も、うん、悪くなってみないとわからない。あ、それはあるね。いて。で、最近健康診断をやったら、うん、1.2 だった。え、すごいじゃないですか。でも悪くないね。でもやっぱり 2.0 の記憶があるから。あ、見えにくいんだ。見えにくいってどうしても感じてる。1.2 でも。うん、感じてる。すごいな。見えねえな、全然見えねえなって。めっちゃ目いいけどね、1.2 なんて。いや、全然。自分の中でやっぱ 1.2 の見えは、うん、見えにくい。視力どのぐらいですか？私もう 0.1 とかしかないと思う。ああ、メガネしないと何も見えない。なんだけど、よくそれよく言うんだけど、うん、色が見えるじゃん。まあまあまあ。だからさ、その何も見えないっていうのとも違うなと思ってて。まあでも確かに俺も、うん、0.3 の時に何も見えてなくて、うん、わけじゃないし、そう、なんなら普通に生活できてできるんだよ。だから私もその細かい字はもちろん見えないんだけど、うん、別になんかその光とかは結構遠くからでもわかるから、うん、信号は不自由しないし、まあ、車来たら車わかるしね。車って音とかも出るし、映画館とかは楽しめないよっていうことはあるけど、見えないからね。メガネなくても外出れちゃうんだよなっていうのはあって、あ、そう、だからまあ目見えないけど、いわゆる全盲みたいな、見えないとはまるで違っても、うん、それなりに生活はできるよなぁとは思ってる。だって俺も 0.3 の時、普通ってメガネかけないで生活してたからね。うん、してるもんね、うん、そうなんだよ。そうなんですよね。ただでもやっぱメガネかけてない方が視力はいい状態になるとか言うよね。見えちゃうとやっぱりそれに頼るみたいなさ。でもなんか両方言うよね。目が疲れるからダメですとか言うし。ね、でも俺はやっぱりメガネかけてる方が疲れるからダメ。わかる。なんかあの鬱陶しいしね。鬱陶しい。あと、耳が痛くなるね。あ、かけてるところがね、わかる。あが、あの、食い込むんだよね。そう。目の上とかね。この、鼻頭のところとかで。あとさ、境界線気持ち悪いよね。あ、まあそうだよね。あのメガネの境界線。いや、まあありますよね。あれがやっぱり気持ち悪くて。気になるんですね。気になっちゃう。なるほどね。だからその、浜崎あゆみみたいな、あの、でっかい。でっかい。全方位ちゃんとね。そうそうそう、うん。どこにも切れ目がないっていう。だからあれ欲しいなって思ったもん、本当に。ネタじゃなくて。ね、はい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 。まあ、その方が境界線はないもんね。うん、はいはい。やっぱ境界線でなんか疲れちゃうみたいなところもあるから。ああ、わからんでもない。よし、じゃあ、矯正入ります、うん。お願いします。はい。こう。はい。こっち。はい。
位置から見てくださいね、はい、もう一回、はい、反対です、はい、よいしょ、位置から見てくださいね、はい、もう一回、はい、反対です、はい、よいしょ、よいしょ、位置から見てください、はい、おお、なった。はい。はい。おお、なった。はい。はい。じゃあ、起きていただいて。はい。そうか、はい、はい、ここがちょっと開くようなイメージで、はいはいはい、で後ろ倒しますね、はい、で手だけ外れないようにしてください、はいはいはい、でここ、はい、力抜いて、はい、はい、もう一度、うわー乗った、はい、もう一度、はい、うわー乗った、はい、もう一度、はい、おーいで、はい、起きます、あーすごい、じゃ取れた、はい、おお、すごいボキボキしてたいい感じですね、ね、結構ちょっと自然でいい、まあ、自然でいいですよ、はい、この辺がやっぱ硬いですね、はい、力抜いてください、うわー、いった力抜いてください、うわー、すごい、おー、力抜いてください、うわー、いった力抜いてください、うわーすごい、おー、びっくりした、痛い、痛いさ、はい、これで最初に、はい、これが入りやすくなってるんで、確かに、うんうん、最初はこう、うん、胸までくっついてきてたのが、うんうんうん、ここだけで動かせるようになってるんで、確かに確かに確かに、首が動きが良くなってる、よいしょ、はい、では今日は以上です、ありがとうございました、あ、首の動きがいい、はい、いいと思います、動かし、なんか滑らかに、あ、でも左が行きづらいかな、ちょっと、はい、うん、確かに止まるですね、一回ちょっと立ってみてください、はい、でちょっと手を開いて、はい、この手の上に手を組んでください、ここの上にガッチリね、はい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 、でグッと脇を締める、はい、もっともっとグッと、もっともっとグッと、うわーすごいえ、こんなの初めてやりましたね、スムーズ、今首をちょっとしたの、はい、上部の胸椎を矯正してるんで、はい、この辺、はい、この辺から動きやすくなってると思います、うん、確かに、さっきより行く範囲が
広がったですね、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた、 See you!